このようなしだれ桜を作ってみましょう。桜の花の作り方は、君江雁木の桜の壁面形字型紙付きを参照してください。紙テープを必要な長さに切ってください。それをこんな風に貼ります。作っておいた桜の花や花びら、葉っぱなどをホチキスで留めます。糊やボンド、セロテープを使っても構いません。最後にセロテープを輪にして花びらの裏に貼り付けて、周りにこう散らしていきましょう。これをずらっと並べて貼ると、豪華なしだれ桜の壁面形字が出来上がります。